恵方巻きを食べてる時に全員退社しちゃうドッキリです。こんにちは、ハルビーフェスです。今日もマックスブライリー、どっかに仕掛けていきましょう。ありがとうございます。季節は節分じゃないですか。節分にちなんだドッキリをマックスブライリー仕掛けていきたいと思うんですけども、節分といえば恵方巻きですよね。だよね。はい、恵方巻きね。まあ俺思うにドッキリ向けだと思うんですよ。まあなんでかっていうと、恵方を向いて食べてる間に喋っちゃいけない。風習とはいえ縛りプレイじゃないですか。言い方の問題じゃん。でも縛りプレイってドッキリにすごい向いてると思って言ってますね。はい、水曜日のダウンタウンさんでね、この恵方巻きを食べてる時巻くの用意説みたいなのがあったんですよ。恵方を向かなきゃいけないから、その後ろにいるスタッフさんが演者さんを巻いてるっていうドッキリをやってたんですけど、はい、まあ要は、それです。あ、わかりやすい。本日のドッキリはそれです。村井さんにこの後恵方巻きを食べましょうと伝えます。向こうのフロアで食べさせます。今年の恵方は壁の方角ですお伝えします、はい、そうすると壁を向いて村井さんこうやって食べるじゃないですか。まあアホなんで疑わないんで、アホみたいに、アホみたいに。いやもう悪い、俺たちマジで悪いやつになっちゃうから。でフロアなんで、その後ろには働いてる人たちがいるわけですよ。でも喋っちゃいけないし、もう絵本を向いてないといけないから、その後ろで働いてる人たちが退社してもバレないと思うんですよ。なので本日のドッキリは、恵方巻きを食べてる時に全員退社しちゃうドッキリです。だから、はい、食べ終わった後に振り向いたら誰もいない。誰もいない。そう誰もいないっていう、そういう、そういうちょっとかわいそうなドッキリ。かわいそうじゃないよ、優しいんだよ。優しいところを教えてよ。ねえ、得意の優しいポイント教えてあげてください。何が優しいんですか。教えてほしいですか。教えてほしいな。恵方巻きが美味しい。そしてホワイト企業になれる。という、あ、いいよ。というと、というと変えれるんだ。変えれるんだから、そうや。つまり、よく今いいんだ。今だってみんながもう帰っていいんだもん。その企業の社長になれるってことです。ホワイト企業、ホワイト企業の社長になれるってこと。そういうみんなにとって優しいときです。じゃあもうシンプルです。向こうで村井さんに、まあ、恵方巻きを食べさせてもいいだけなんで、はい、マックス村井にそういったドッキリを仕掛けていきましょう。さあ、行くぞ。え、村井さん、え、節分ですね。節分、節分といえば豆まき、豆まき、そして、はい、鬼、あ、鬼、はい、鬼、はい、鬼もありますね、はい、あ、恵方巻き来ましたね。その季節が毎年やっとんな。今年もやっやってまいりました。やっとんな、恵方巻き毎年やっとんな。今年恵方は東北東でちょうどこの壁の方向にある。あ、そうなんですか、はい、壁の方向にある。あ、そうなんですか、はい、恵方巻きを買ってきました。売ってることなんかあんの。だって売ってるじゃないですか。なんで売ってんの恵方巻き。今年は東北東入る。早くない。売ってるんすか、ま、早くない。売ってんの、まだ。恵方巻きを食べる時のルールは喋らない。はい、喋らない。恵方を向いて、うん、食べきる。なので今から村井さんには恵方巻きを食べてください。ああ、はあ、こっち、そっちですね。壁の方角です。いただきます、はい、お願いいたします。もうここから冷めちゃダメですからね。はい、はい、じゃあいただきます。お、いいよ。ちゃんときちんとちゃんとやっぱかちょっとやっぱ喉にもう半分ぐらいいってる。一生懸命食べてるわ、マックスぐらいが。
意外と成人男性とはいえ、あ、意外と早い。あ、結構いっちゃう。早い早い早い。お、結構、あ、むずくきた。いいよいいよ。お、これは。あ、外し進めるの早いな。お、あ、チャックリが。あ、それ。あ、早い。食べ終わったら誰もいなかったドッキリじゃないのよ。探しに行った方が誰もいない。うおー、うっえほうまき食べてる途中に全員退社しちゃうドッキリでございました。いや、そうなんです。そうなんです。気づかなかったの？いや、気づきます。みんな順番にいなくなってるから気配でわかります。気配でわかるか。全然わかります。どう思ったんですか、それ。いなくなってるの見て。いなくなってるドッキリだなと。ああ、もうさ、さすがだな。後半半分食べてる時ずっとそれ思ってましたよ、頭の中で。だからもう逆にある意味確信もしてましたよ、はい、こっちには何も入ってねえなって。ああ、そうか、こっちが入ってるのを疑ってたと思うんですか。いや、そのパターンもあるじゃないですか。定番じゃないですか、うん、昔わさび食らってましたからね、はいはい、安心して食べてましたよ。あともう途中で本当にこっちは東北島なんだろうかって心配してましたよ。ああ、宮城さん、はい、ぜひちょっと東北島調べてください。疑われてたんだ。ひどい話だよね。うん、東北島は東北島って言ってんのに。本当だよ。おい、南東だよ。南東向いて食べちゃった。南東だよ。南東向いて食べちゃった。あー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 ああ、やってるやってる。ダメじゃないですか。なんと意味ないじゃないですか。いや、意味ないよ、意味ないことやらせた。しかも2月3日じゃないし。いや、ほんとに全部違うんだよ。じゃあセーフだ。そうだ、もう一回チャンスあるわ。よかったわ。じゃあ東北とはこっちだ。あ、そっちですね。こっちだ、こっちだ。90度違いました。こっち南東だ。こっちだ。すごい静かだったよ。今らかつてないほどドッキリ仕掛ける瞬間、こんなにサイレントなことあるってくらいサイレント。ということで、はい、動画が良かったよという方は、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いいたします。はい、アフタートークは村井さんちょっと時間がないので、これは撮れね。撮れる？撮れるよ。あ、撮る、あ、撮る、うん、あ、撮るのね。じゃあ、ちょっと概要欄のリンクから、そのままご視聴ください。この辺もリンクしてやら見れまーす。ということで、そちらでお待ちしておりまーす。さよなら。